同志社大学がある学生の町、京都市上京区今出川に本店を構え、京都市内に3店舗を展開するチーズケーキ専門店パパジョンズ。ニューヨーク出身のオーナーチャールズさんと奥さんの美恵子さんが1990年に開業したこちらのお店。人気商品は独特な香ばしさのグラハムクラッカーとクリーミーな生地が癖になるニューヨークチーズケーキ。月におよそ2500個売れている超人気店です。そんなパパジョンズオーナー夫妻には2人のお子さんがいるのですが、事業承継を考えた理由は、私たちが割とわがままな人で自分の好きな道歩いてきました。だから子供にね、ちょっと自分の夢を捨てて、こうやってくださいって言えないんですね。そうですね、自然にやってみたいっていう、そういう気持ちがあればね、もちろんいいんですけど、うん、やっぱりそれよりももっと今自分のしてること、それを続けたいっていう気持ちの方が強いんで、やりなさいとかそういうことは言えないですし、自分のやっぱり道を歩いてほしい。ではどういった方にお店を受け継いでほしいのでしょうか。やっぱり創造性のある方にやってほしい。やっぱり想像力がないとなかなかこういうことを長く続けていかれない。全てが今もう揃ってるじゃないですか、そのスイーツっていうことに関して。でもそこから自分のやりたいこともやっていただける方、そういう方がいいかなと思います。気になる方はぜひ番組ホームページの募集欄をご覧ください。